日の山駅に上る2号、関寿下関市日の山ロープウェイは、山口県下関市が運営する、作道路線である。日の山駅の屋上より望む、関門海峡、関門橋方面下関市東部にある日の山の2号目の、段の浦駅から9号目の日の山駅を結んでいる。最盛期の昭和30年代は、 年間約50万人が利用したが、下関市日の山パークウェイの開通や観光客の減少で利用客が減少。2003年3月31日限りで休止となった。その後、運行期間や運行時間帯など運行計画を見直し、2005年10月1日に運行実証実験という位置づけで国庫補助金である町づくり交付金を交付され、 季節運行で運行を再開した。2005年秋期、2006年春期、同化期に運行し、2007年からは季節運行での通常営業を再開し、2009年からは3月中旬から11月下旬までの間、日、水曜日を除き毎日運行している。現在使用している半期は1978年に大阪車両工業で製造されたもので、塗装はオレンジ色。 1.2の2台があり、万樹島、万樹島にちなんで1に、万樹、2に、万樹の愛称が付けられている。定員31名。3月中旬から11月下旬までの間、日、水曜日を除き、10時から17時まで20分間隔で運行される。日によっては21時まで運行される。ありがとうございます。